ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。Python でコントローラーパイを実行します。ボリュームの値を読み込み始めます。今回は、向きを変えてみました。ボリュームのひねり具合で、速度が調整できるようになっています。駅に停車させます。また、出発させます。右側には、ミニゴロウがいます。こんな部屋で作ってやったぜ、わら。速度調整ができるようになって、嬉しいですね。駅に止まった。今は、50Hz で動かしています。ビッグバーンアタック。あ、また、駅の手前で止まっちゃったわら。ここまでできれば、あとは基板に乗せ替えて、ハンダ付けして、固定してしまえば、コントローラーが出来上がりますね。今度は、駅の E 位置に止まった。AD コンバータが2チャンネルだから、もう一つつまみをつけてみようかな。ラズベリーパイの自作コントローラーで、なかなか楽しいですね。他にも、情景を作っていきますよ。安く情景を作るために、紙のクラフトを見つけました。グランドを 3.3V のと 12V のと分けました。ボリュームのグランドは 3.3V 側です。安定動作しますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。